よし、剛腕大砲ペナントやっていきますかということで、金がねえ、ファンはでもそこそこ増えている、ピッチャーが少ないと。今ピッチャー9人しかいないんだよな。どうやって9人で回せっていう感じなんだよ。やっぱ12人ぐらいね来てくれたらいいんですが、やっぱりまたピッチャーがいないんで、またピッチャー発掘しましょうか。投手指定なし、指定なし。とりあえず球速いやつ探したらいいのかなと思って、球速いやつ、前もね球速いやつやったんだけどあんまり来なかったんだよ。でとりあえず投手を多く探すっていうのやってたんだけど、また球速いピッチャーを探してみようかな。よし、開幕戦勝利。1勝1敗地域分け、よし勝ち越し。いやあ、11惜しい。首位よ、でも首位スクショしとかないといけない。初首位なる、なかなかないから、首位キープ、首位キープ、解消6対2。強いうちのチーム、強いよ。1ゲーム差つけて首位、まだやれる、うちのチームはまだやれるんだ。よーし、また勝った。今年来てる、これあるんじゃない、この人数で勝てたらめちゃめちゃ強いよ。人足りないけどなんとか勝つと。俺は人集めてから勝負だと思ったんだけど、そういうわけじゃないね。マジでワンチャンある、このペースだと。人がいねえ、ピッチャーがいねえ。なあ、もうピッチャーいないね、正直。あと1試合したら1試合休めるんだ。いや、これはダメだ、怪我するぞ。いや大丈夫、ここは全突破、突っ張れ突っ張れ、頑張れ。よーし、勝った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 、奇跡の勝利。4イニング投げてる。よし、ここで1試合休める、ここの1試合休めるはでかいよ。もうあとは総力戦よ。一番スタミナあるやつが、一番回復してるやつが先発に投げて、あとでみんなで頑張って投げると。いや惜しい惜しい惜しい、まだやれてるうちは、まだ首位、まだ首位、まだ首位なんだって。0.47、 ちょっと衰えてきてます。うちのエースが衰えてきてます。だが、いや関本ダメだが、田坂行こう。田坂もうちょっとイニング食ってほしいんだけどね、まあ、スタミナ、いかんせんスタミナがないからね。大敗、もうダメか。最後に関本に投げてもらって、これで勝てなかったらもう帰るわ。関本で勝てないならしょうがない、うちはそういうチームなんだから。じゃあ朝に投げてもらえますか。10日間マウンドは任したぞ、お前一人に全部投げるんだ。大迫、早く変化球覚えてくれ、お前怪我しにくさ B なんだから、ガンガン投げてもらうんでよろしく。ということでシーズン終了まで行きました。シーズン終了まで行きましたということで、 54.5 ゲーム差で最下位と、28勝111敗、去年より勝率、勝ち星は1つ減ってますが、引き分けが増えたことによって勝率がちょっと上がっていると。2割0分1厘、牛歩作戦、ちょっとずつちょっとずつね上がっていくんだよ。うちのチームは1割5分2割2割0分6厘と、ちょっとずつでいいからね、成長していることは悪くない。だって1人減ったんだよ、 OPS8 あった、リードがめちゃくちゃうまい、キャッチャー A のキャッチャーが1人抜けてこの成績ってことは、実質めちゃくちゃプラってことじゃん。関本が159イニング、4477、あとこの447をどうやって減らしていくかですね。大阪もね10イニング投げました、頑張った。10イニングもこの大切よ、この10イニングも、10イニングが10人いたら100イニングになるわけだから、この10イニングもとても大切。
まあ一番頑張ってるのはやっぱり関本、まあ、鶴田もいいで田坂もいいね。打っては堀野が3割2分12本 OPS が858、添田が761、添田が覚醒したね、広角打法つけて。藤尾が654、この辺がちょっとあれだな。うん、まあこの辺はもうちょいちょっと頑張れ。野手ね、まあ、次野手取ったらピッチャー転向しよう。基本的にピッチャーを増やさないとやっぱあかんわ。ピッチャー増やせばなんとかなる気がしてきた。野手はなんとか戦える。あと問題はピッチャー。ピッチャーもね、いるやつは戦えてるんだよ。ババがベストライン取りやがって。お、平井がゴールデングラブだ。やったぞ。ババがどういう成績を残してるんでしょうか。オリックス。ババの成績まで、ババの。え、ババ規定いってないじゃん。規定いって全然、全然ダメじゃん。ベストラインを取れたら2割5分14。なんでババを使わないんだ。中川もいい選手。あ、中川の方がいい選手。リード面はあれだけど。併用したんだな、中川とババを。なら出ていかなく、うちだったらレギュラーだよ、ずっと。もったいないことしやがって。うちに来たら、あ、でも年俸が上がるのか。でも、現時点は据え置きだよね、年俸。FA の年は。420万。しかも、複数年、2年420万。意味がわからん、ババは。なんでババは2年契約420万で出ていったの。その後、年俸2億円ぐらいもらえたりするのかな。それぐらいのメリットが出ていかないよな。ワクワクさん、あー前徳永でいっか。頼むぜ。金がねえ。坂も払う。藤尾も出てかれたくない。赤羽も出てかれたくないね。あとのやつらから削りましょうか。鶴田もようやってんだよな。添田も今年はようやったんだよな。 FA で出てってもいいのにね。こんだけ成績残したら今年多分これ以上の成績残せることはないと思うんだよ。金沢キャッチャー早く A になってくんねえかな。それだったら新しいキャッチャーを育てないと。金沢が FA で出ていった時用に新しいキャッチャーを育てないといけない。1億4000万あったらいっか。ちょっと高いな。2000万。17。188あったらいいでしょ。留学させません。金はないんで、うちに。もうちょっと金が増えてくれたらいいんだけどね。いかんせんまだ金が増えないんで、まだまだ我慢よ。ピッチャー来い、ピッチャー来い。ヤシ、最悪ヤシでもいい。ピッチャー転向するから。できたらピッチャーが欲しいけど。5番。うわー、街道がだから多いよな。うわー、来たー。1人目5番。ここで1人。あー、二刀流。大砲。いやー。ないか。二刀流入ったらよかったんだけどねー。もう一人来い。この辺に潜んでるんじゃないの。剛腕が、隠れた剛腕がいませんでした。塩原だけか。いや、こいつ大砲だったらよかったのにね。いや、怪物強くない？怪物強くない？次怪物と怪盗でやりたいな。こんだけ怪物と怪盗が出てくるんだったら。で、俺が怪物と怪盗でやったら全然怪物と怪盗が出てこなくて、大砲がいっぱい出てくると。大砲いいね。大砲はそこそこ出てくるな。お、大砲多くね。3人。3大砲。3大砲なら取れない可能性も出てくるね。全員。まあ、とりあえずまず剛腕ピッチャーを。まず最低限獲得と。あ、これ金的に取れるかな。
いや、7000でしょ。あ、取れねえ。一人しか取れない。一人しか取れねえ。ならまあ村井か。守備も安定してるし。うわー、金の問題で取れないってことがあるのか。ワンチャン取れねえかな。取れそう。え、取れるじゃん。三好、高原取られたわ。しょうがじゃ三好取るわ。お、取れるじゃん。ええ、取れるんだ。金なくてもゼロになった。え、これマイナスじゃならないんだ。え、じゃあ何人でもめちゃめちゃ取れるじゃん。じゃあ、そんなまさかチートができるとは。慣れ取りたかったな、高原。はあ、マイナスになんないんだ、金は。ゼロでなるんだ。知らなかった。ということは、金がなくてもドラフトは選手取れるんだ。ってなったら逆にもう0円にしたらよくない？どうせドラフトで全部な金なくなるんだったら、選手に年俸払って、まあでも残る可能性はあるもんな。0にしたら確実に残んないもんね。でも FL 出てからいうことを考えたら、お、来たー。加賀谷、肘靭帯断裂。肘の靭帯が切れて、肘靭帯断裂とは肘の靭帯が切れてしまうこと。投球で生じる場合が多く、投手特有の怪我。有名な一足手術が存在し、あ、それはトミーション手術というわけで。トミーション手術だな。過去に手術を受けた投手の名前で呼ばれている。あれ？違うっけ？トミージョン？あれ、トミージョンって医者の名前じゃなかったっけ？術後休息が増すことがあり、怪我をしていない。投手が手術するケースも増えている。あ、怪我をしてない投手が手術。へえ、怪我をしてなくてもトミー・ジョンってあるんだ。はあ。トミー・ジョンって俺医者の名前だと思ってたんだけど、違うのか。投手の名前なんだ。あ、サトテルがメジャーに行った。おお、宮城。8億円。くっそ強いな。なんだこいつは。6億平林。誰平林って。宮城どこ行った？ああ、チーム日8億だって。8億。あの、菅野は9億とかもらってるもんね。山岡がフルスオリックスに帰還してる。海外留学する金ねえよ。だって0円だもん。実はドラフト見てなかったね。取った選手一応3人取ることができましたと。塩原、新潟の剛腕。いやあ、赤いね。まあ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 、ピッチャーが取れたんだし文句は言わない。村川、山口の大砲。こいつらね、ピッチャーにしようかなと思ったけど、普通にいいんだよな、2人とも。三好、東海の大砲。ヘッドスライディング。あー、三好ピッチャーにしようかな。三好ピッチャーにするわ。ピッチャー足りねえし。三好くんを投手に転向します。結構ね、ピッチャーとしては悪くないんだけど、野手として悪くないんだけど、まあしょうがねえや。キャッチャー早く A なんねえかな。赤羽は先発適性上がったから、スタミナ。塩原はじゃあチェンアでいこうか。で、大迫は、じゃあ、進化。大迫、進化覚えてくれ。二球種にしたら使える。進化覚えてくれ。進化覚えてくれ。大迫、進化覚えてくれ。よーし、大迫ナイス。三好は二軍でしょ？で、大迫は一軍でバンバン使っていくんで、あ、WBC あるんだ。じゃあ、開幕まで行っときます。じゃあ、ここはここで終わりです。バイバイ、さよなら。